ヒラノ仕様、ファンからの質問に神回答、ジャニーズ問題と人生の試練について、ジャニーズ事務所所属のヒラノ仕様、26、が、自身のインスタグラムのストーリーズを通じてファンからの質問に答える姿勢が話題となっています。かつてキングプリンスの一員であり、現在は、戸部に所属するヒラノ仕様は、ファンからの質問に対して率直な回答を続け、 その人柄と親しみやすさが多くの人々に支持されています。この記事では、ヒラノ仕様のインスタグラムでの質問応答に焦点を当て、彼のファンへの愛情と、ジャニーズ問題に対する彼自身の考えについて探求します。ヒラノ仕様のファンへの対応。ヒラノ仕様は、不定期で行われる質問コーナーを通じて、ファンから寄せられる様々な質問に答えています。 今年7月にはたった1日で100以上の質問に回答したことからも、彼がファンとのコミュニケーションを大切にしていることが伺えます。彼はファンからの質問に対して率直かつ温かい返答を心がけ、その姿勢は多くの人々に感銘を与えています。例えば、ファンから、なんでいっぱい写真を出してくれるのという質問に対して、平野志陽は、みんなに会えてる気分になってもらいたいからと答えました。これは、 彼がファンとの距離感を大切にし、彼らに喜びを提供しようとする姿勢を示しています。その温かさは、ファンからの愛情をさらに深めていることでしょう。深刻なテーマにも寄り添う姿勢。平野仕様は、質問の中に深刻なテーマや悩みが含まれていた場合でも、冷静で思いやりのある回答を心がけています。あるファンが、浮気されて離婚しそう、もうパニックでずっと泣いてるという悩みを相談すると、彼は、 俺まで悲しいから怒りに行きたいよ、と共感し、ファンの感情に寄り添いました。このような姿勢は、彼がファンとの絆を大切にし、共感と励ましを提供することを大事にしていることを示しています。また、街中で見つけたら声かけていいのという質問には、盗撮するくらいなら声かけてほしいという笑顔のコメントを添えています。平野紫耀は、ファンとの交流を歓迎し、 ファンが彼に対してリラックスして声をかけることを奨励しています。これは彼がファンとのコミュニケーションを大切にし、互いに信頼し合う関係を築こうとしていることを示しています。ジャニーズ問題に対する考え、ジャニーズ事務所に所属するアーティストたちは常にメディアやファンの注目を浴びています。そして、その中で様々な問題や試練に直面することもあります。平野の仕もその一因であり、 ジャニーズ問題に関しても質問を受けています。ファンから辛いことが対応という悩みが届くと、平野紫耀は人生そんなもんよ。だからどっかの国レハ生まれた時に泣いて亡くなった時に笑うんだってさ。人生が試練的なとこもあるもんね。楽しんで挑戦したもん勝ちだよ。とエールを送っています。この言葉から彼は人生の試練に対して前向きな姿勢を持ち、 ファンにも同様の思考を共有しようとしていることが伝わります。ジャニーズ事務所のアーティストとして、彼はファンに向けて前向きなエネルギーを発信し、共感と励ましを提供しています。平野紫耀は、ジャニーズ事務所の一員として、ファンへの愛情とサポートを大切にし、質問コーナーを通じて率直なコミュニケーションを築いています。彼はファンからの質問に対して温かく、共感的な回答を提供し、 ファンとの絆を深めています。また、ジャニーズ問題に対しても前向きな姿勢を示し、ファンに勇気を与えています。平野紫様の行動と言葉からは、彼がファンとの関係を大切にし、ポジティブな影響を広めることに取り組んでいることが伝わります。彼の姿勢は、ファンとの絆を深め、ジャニーズ事務所の一員としての役割を全うしていることを示しています。役割を